はい、こんにちは。まえチャンネル前原で す。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダーゴーストデラックスガンガンセイバーで す。はい、いよいよ始まりましたね。仮面ライダーゴースト、うん、見ましたね、うん、どうでした？面白かった？うん、面白かった。結構面白かったよね、うん、役者さんの演技も上手だったしね。うん、あのね、普通に見れました。そうだねということで今回はこのゴーストの武器だね、うん、ガンガンセイバーを紹介したいと思いますね。はい、4モード変形。おー、4モードも変形するんだ。こちらだね、ブレードモードとガンモードと二刀流モードとなぎなたモード、うん、しかも前回紹介したこのゴーストドライバー、うん、連動する。そう、連動するみたいだね、うん、これもちょっと楽しみだね、うん、さらにこのセットには武蔵ゴーストアイコンが入ってますね、うん、はい、では早速開けていきましょうか。うん、よし、よいしょ。ガンガンセーバー、あ、これもう10モードになって入ってるね、うん、ガンのやつ、はいはい、そしてこれが武蔵ゴーストアイコン、うん、では武蔵ゴーストアイコン取り出してください。はい、はい、お、あー、いいんじゃない？うん、ここにも顔ついてる。そうだね、しかもナンバリングのナンバー1位だよね。うん、1番、うん、エジソンが2位だ。そうだよね、だって今日の本編で出てきたの武蔵が一番最初だったもんね。うん、割とね、綺麗な赤色だね。うん、スイッチ押していってみようか。はい、はい、ほい。あ、これ必殺技、うん、刀で切ってしょばってやってるみたい。うん、はい、目玉、目玉一番だね。あら、あ、結構大きいじゃない？うん、大きいじゃん。はい、うん、はい、ということで完成しましたね。こちらがガンガンセイバーのブレードモードですね。はい、じゃあこの状態でまず電源入れてみましょうか。はい、はい、ガンガンセイバー、おお、光った。うん、はあ、ちなみにこれは単4電池3本で駆動しますね。はい、じゃあトリガー引いてみてくれる？はい、おお、振りながらちょっとやってみて。うん、あ、いいね、いいね、いいねちなみにここはオレンジに光ってる。オレンジに光ってた。よし、じゃあ今度はモード変形してみましょうか。はい、じゃあまずガンモードにしようか。はい、変形ボタン、うん、この後ろに変形ボタンというのがあって、これを押しながら倒すね。はい、はい、裏側のこのボタン、うん、これを押すとこの小さなブレードが取れるね。うん、でこのブレードを反対側にしてちょっと、はい、これでガンモードだね。はい、これでちょっと打ってみてください。あ、いいね。もっとどんどん打ってみて。あ、いいね、いいね、連射できるね。いいじゃん、いいじゃん。じゃあ今度は二刀流モードにしてみようか。はい、うん、ね、まずはここを変形ボタンで戻して、それでここについてボタンでここを取って、うん、それでここを広げます。あ、で、これでも二刀流だ。はい、うん、怖い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 。そうだね、うん、そして次に薙刀モードですね。はい、薙刀モードはこのもう一個の剣を畳んで、はい、でこちら側にセット。はい、これで薙刀モードです、はい、やってみてください。おお、いいね、いいね。おお、怖い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 。いい感じに回ってる、いい感じに回してる。おお、いいですねということでこちらがガンガンセーバーの4モード変形だね。はい、いいじゃん、あれみたい、うん、電王の電ガッシャーみたい。あー、ねえ、電ガッシャー持ってないけど、うん、なんか嬉しい感じだな、うん、4モード変形ってのはいいね、うん、1つ買って4つ遊べるってのはいいな、うん、ちなみに今度ね、ゴーストガジェットシリーズってのが出るんだよね、うん、コンドル電話ってのが出て、これにくっつけられるみたい、うんうん、なかなか面白くなってくるんだね、じゃあ、うんうん、では次にこちらの武蔵ゴーストアイコンをゴーストドライバーにセットしてみましょうか。はい、ゴーストドライバー。はい、じゃあ蓋開けるよ。はい、そしてナンバリング、はい、完了。武蔵ゴースト超剣豪
すげえ、ここ赤くなってる、目の周り赤くなってて怖いよこれ、でもあれだね、今日早速テレビで登場したやつがこれ見れたね、うん、あ、いいじゃん、はい、必殺技、はい、はい、そして、うん、大海岸武蔵大目玉、ああ大目玉ね、うんうん、いいじゃないですか、うん、はい、続いては必殺技遊びやってみましょうか、はい、ここにねセンサーがついてるんだって、うん、このゴーストドライバーに近づけると反応するんだってさ、はい、ちょっとやってみようか、水平にやるんだって、こっちがセンサーだから、あ、来た、あ、来た、大海岸、こっちから音鳴ってる、うん、ガンガンみんな映ってる、うん、じゃあこれちょっとトリガー引いてみてくれる、え、何色光ってる、うん、あ、ほんとだ、オメガブレイクって言ったね、うん、うん、これね、モードごとに必殺技音が変わるんだって、うん、じゃあ次はガンモードでやってみようか、はい、はい、あー、また発光してる、うん、すごいな、うん、よし、じゃあ二刀流モードでやってみて、はい、大海岸、手が引きます、はい、オメガスラッシュ、スラッシュしちゃってんのじゃあ次、なぎなたモードやってみましょう、はい、大海岸、オメガストリーム、オメガストリーム、おお、怖い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 、なるほどね、これで回転させてストリームが起きるんだ、ああ、そういうことだね、うん、なかなかいいじゃないこれ、うん、これ一つとこのゴーストドライバーあれば結構遊べるね、そうだね、うん、じゃあ申し訳ないけど対決するか、はい、じゃあ行くぞ、うわ強い、それちょっと重い7番うわー、もううわー、言わない、うわぁ、たまぎれしないのかだから俺は2つで戦えるぞ、そうなんだ、うわぁ、うわぁ、どっちも必殺技だ、はい、ということで今回は仮面ライダーゴーストのデラックスガンガンセイバーでした。